EG Open End, EG Open End, EG Open e n d とは、缶キり等の道具を用いずに開館できるようにした、考えである。略して、エオエ。なお、日本工業企画、JISZ0108-2012 では、開口用の道具を使用せずに、容易に開口できる機能を持つ缶蓋を EG Open ーーー蓋として定義し、その対応英語は、EG Opening End である。 EG オープンエンド、エオエの管外の種類には、蓋の一部のみが開口する、パーシャルオープンエンド、ポイと、蓋の全部が開口する、フルオープンエンド、フォーの2種類がある。パーシャルオープンエンド、ポエは、蓋の一部のみが開口する、管外。ポエは、主に内容物が液体である場合に用いられ、缶ジュースなどの飲料向けに多く用いられる。ポエには、フルタブ式とステイオンタブ式とがある。 現在は飲料用機関のほとんどすべてがステイオンタブ式。中国ではまだプルタブ式が用いられているであるが、開口部の形状、大きさは内容物により多少異なり、中身が出やすいように幅を広く取ったものなども見られる。タブは指がかかりやすいようにリング状になっており、リングプルあるいはプルリングなどと呼ばれる。ただしステイオンタブ式ではリングと呼べるほどには、 大きくない。プルタブ式のように引っ張るのではなく、引き起こすだけで済むためである。しかし、力の弱い人や、美容上の問題などで爪を傷つけたくない人向けに、タブの下に差し込んで起こし、開けやすくする器具、プルタブ起こしも販売されている。専用のもののほか、缶切りや栓抜き、ジットクナイフなどのマルチツールに備えられているものがある。マイナスドライバーの先端のような形状をしているが、 用途がわからない人も少なからず存在する。フルオープンエンド4は、缶外の面の全周にスコア、切りかき機が入っており、全体が開口する、缶外。日本工業企画、ジスでは、フルオープニング蓋として、缶蓋天面の全周にわたって巣は、切りかき機加工を施し、蓋天面全体が開口される、タイプのイージーオープン蓋と定義されている。食品としては、 プリンやゼリーあるいは粉末のものなどに用いられる。テニスボールの缶など缶の蓋のすべてが取れることが要求されるものにも用いられる。形状としては円形のほか楕円型や角型の缶の蓋にも採用されている。調理済み食品の缶の一部にはスチールの方外が採用されている。方缶については消費者に親しみを持ってもらうためパッカンとの相性で呼んでいる企業もある。 なお、コンビーフなどの缶に見られるように、器具を用いて、缶の周囲に刻まれたスコアを巻き切りながら開封する、方式は、スパイラル式という。缶の蓋部分は、缶本体とは別に製造される。エオエ缶の蓋は、通常、まず板金を丸く打ち抜くと同時に、缶本体に被せるための段などをつける成形加工が、なされる、シェールプレス。 その後に引き金であるタブを付けるためのリベット穴開けが行われ、開口部となる、口金部分を切り取るための溝、スコアがプレス加工によって付けられる、コンバージョンプレス。切り取りラインとなるスコアは、深い溝であるメインスコアと補助的な役目をする、やや浅い溝であるサブスコアの2本が同時に加工される。次に引き金であるタブを付けた際に大きく、 突出しないよう、かつタブが蓋に密着しないようにするためなどの成形が、プレスにより行われる、パネル加工。タブも、板金から打ち抜かれ、十数工程を経て、強固なリング状のものに成形され、これが蓋に、リベットで取り付けられる。アセンブル打ち抜き加工の際に、製品ロゴなどを同時に加工し、装飾を施したタブも見られ、写真、この場合は、リング状ではなく、 平板状なものとなる。これらの工程によってできた、絵を絵いが中身を入れられた後の缶本体に取り付けられる。スコアとは、イージーオープンエンド、絵を絵に用いられる、缶外に刻まれる切り欠き器を言う。スコアが荒れ始める、切り始める際に要する力を、ポップ値、全体を開けるのに要する力を、ティアーチという。法において、前者は 20N。 ニュートン以上内と間の密封性が損なわれる可能性あり、後者は 80N 以下でないと開けにくいとされる。しかし、これらの公的な規格などはない。近年では、スコアの形状が左右非対称になっているものがある。これはタブを起こしててこの原理で口金を押し込む際に、スコアに対して均等に力が分散することを防ぐためである。均等に力がかかると開けにくくなり、 かつ開く際には急に開いてしまうので危険である。左右非対称にすると、その設定により、特定の部位からスコアが切れ始め、時計回りに溝が切れていくなどのことが可能となり、ゆっくりと確実に開けることができる。この方式の EG オープン缶を開ける際に、炭酸飲料ではないのに、プシッという音がするものがあるが、これはアルミ缶の清涼飲料水などに見られる現象である。 缶の素材が薄くて柔らかいため、運搬時などにおける変形を防ぐ目的で、窒素ガスが充填され、内圧が高められているためである。プシッ、音はそのガスが抜ける、際の音である。従来からの缶詰においては缶切りを用いて開封するか、缶ジュースなどでは専用の穴開け機、オープナーによって、飲み口、継ぎ口と空気穴の2箇所の穴を開けて開封していた。 1959年にアメリカのアーマルクレオンフレイズが缶切り不要の絵を絵、方式を発明し、1963年にその特許を社に売り、ピッツバーグブルーイングカンパニーに採用するように働きかけた。発明のきっかけは、ピクニックに缶ビールを持参したが、オープナーを持っていくのを忘れたためと伝えられる。 1965年には日本にも技術が導入され、1983年には飲料用缶容器のすべてが EG オープンエンド、エオエとなった。現在のような方式になる以前には異なる方式も開発され、用いられていた。その一つがジューストップ、ジューストップと呼ばれるもので、缶の開口部に別体の金属部分を取り付けたものである。その部品にスコアが切ってあり、 タブを引くと、スコアが切れて、開口部となるというものであった。現在のオロナミン C の回線方式に似ている。別体の金属を蓋として取り付ける方法は、現在でも一部の調理済み食品の缶詰などで用いられている。もう一つ、ジップトップ、ジップトップという方式があったが、これは、プルタブ式と同様に缶の蓋となる金属板、そのものにスコアを切り、 タブをリベットで取り付けたものである。しかし、これはタブが十分なリングとなっておらず、継口に対して斜めに取り付けられていた。タブを外してできる開口部は、氷炭やベル、欧米での金に似た、真ん中がくびれた形状であった。1965年には、簡易量全体の4分の1を占めるまでに採用されていたが、プルタブ式に切り替わっていった。ジップトップは、 開封に力が必要であり、タブが取れやすいなどの欠点があったからである。なお、このジップトップがアーマルクレヨンフレイズが発明した世界初のイージーオープンエンド、エオエデリ、採用したのは缶ビールであった。これらは時期が早かったこともあり、日本にはほとんど紹介されなかった。1965年に日本に技術導入されたのはジップトップを完了した。 プルタブ式である。戦術のように e ージーオープンエンド、エオへの管外のうち、蓋の一部のみが開口するものを、パーシャルオープニエンド、ポイと呼び、その方式としては、プルタブ式が普及していた。しかし、それは、開口部が金属片となって、管本体から切り離されるものであったため、その危険性や環境問題が指摘されることとなった。そのため、1980年代には、 ステイオンタブ式が広まり始め、1990年代初頭には、ほとんど全てがそれに切り替わった。ただし、日本では現在でも、中国などから輸入された、プルタブ式の飲料缶がわずかながら流通している。特に、アメリカでは、当時すでに同様な環境問題となっていたために、プルタブが禁止され、 ステイオンタブ式が主流となっていたことが日本にも伝わり市民の意識を高める助けとなった。また、そうした菅飲料が輸入されるようになり珍しくなくなってきたことも影響した。プルタブのポイ捨て問題を解消すべく企業などに問題提起と要望をした市民団体もあった。ステイオンタブ式にはその普及のために一時稽古マークがついていたことがある。 ステイオンタブ式は開口部分の口金が缶についたまま内部に押し込まれるため当初は衛生的ではないなどの見方もされたが実際に販売してみると市民の抵抗感などはほとんどなかったこの衛生問題については新規な企画を取り入れることに消極的な企業側が日本人は清潔好きだからといういわゆる清潔神話をもとに 自社の製品が売れなくなっては困るということで述べいた可能性が指摘されている。プルタブ式であっても飲料が口に入る前に缶の外側に触れることは同じであり、衛生的ではないとの声が消費者からのものであったのかどうかは不明である。なお、1975年にはプルタブのポイ捨て問題に対応するため、2箇所のやや出っ張った口金を指で押し下げる方式のプッシュエンド、 または、プッシュボタンという方式も、炭酸飲料において採用れた。内圧によって、口金を押し付けて密閉している面もあるため、中身を不正に入れ替えることも、不可能でなく、力が必要で、操作感が良好でないなど、いくつかの問題点により、それを採用した製品が、市場に出回った期間は、ごく短かった。プルタブ式で用いられた、プルタブについては、それらを、 チェーン状に接続加工し、のれん、欧米では、カーテンなどを作ることにも利用されたことがある。EG オープンエンド、エオへの考えの内蓋の全部が開口するものは、フルオープンエンド、こうと呼ぶが、従来からの缶切りで開けたもの以上に開口部が、スムーズでエールなため、誤って指などで触ってしまうと怪我をする恐れもある。ゴミの分別回収などが広まった結果、缶に残った、 内容物を洗うことなども多くなり、従来以上に問題となってきた面でもある。これについてはいくつかの対策が考えられたが、現在では切り口を触っても安全なものが開発され、製品によってはそうした缶を用いている。EGO オープン方式は、プルトップ、プルトップと呼ばれることがある。プルトップは、缶切り等を用いず、缶容器の上面につけられた引き金。 タブを手で引っ張って開ける方式、または、その部分を刺す日本における一般的故障である。プルトップの語は、英語圏ではあまり用いない。用いる場合は食品などにおける全面が開口する、EG オープン間、フルオープンエンド、方に対して言うことが多い。飲料容器では、プルタブと称することが多いが、リングプル、リンプルおよびプルリング、プルリングの語も用いられる。 リングプルの方が優勢であり、プルリングはごく少ない。しかし、口金が外れるプルタブのことを指したり、ステイオンタブを含めたタブの総称として言われたりもし、使い分けが一定でない点は、日本と同様である。ポップトップ、ポップトップと呼ぶこともある。生姜企業においても全面が開口するタイプを、フルパネルイージーオープン、フピオと呼ぶなど、業界でも国により呼び方が異なる。 なお、こうした形式の缶が出る以前の缶は、蓋が平面であるものを、フラットトップ、フラットトップ、瓶のように円錐形の首があり、王冠にて密栓、回線を行うものを、コーントップ、コンタップと呼んでいた。プルトップの語はそれに対して作られ、用いられ始めたと思われるが、はっきりしたことは不明である。かつて飲料缶には、艦隊から、 飲み口となるタブの部分が完全に切り離される、プルタブ式の飲料缶が採用されていた。しかし、アメリカでは、動物がプルタブを飲み込む被害が出たため、プルタブ缶を禁止する州が増え、簡単にタブがついたまま飲めるステイオンタブ式が主流となっていった。日本でもプルタブ式の缶が採用されていたが、プルタブはどこにでもポイ捨てされ、海岸で子供が足を切ったり、 単調ずるの胃から多量のプルタブが発見されたり、キツネがプルタブを飲んで死亡するケースといった事例が問題となった。このような問題は産卵公害と呼ばれた。このような問題の中で日本では飲料管のプルタブを集めると車椅子に帰ることができるという話が全国的に広まった。この話は1983年のラジオ番組、サダマサシのせい。 ヤング内でこかけられた運動によって広く知られるようになったと言われる。番組では実際にリスナーから寄せられたプルタブを金属回収業者に引き取ってもらうことによって監金し病院に車椅子を2台寄付した。アルミのプルタブを集める理由としてはが挙げられていた。もともとこのラジオ番組が放送される以前にも散乱したプルタブを拾い集めることは ボランティアグループなどによる環境美化運動の一つとしてしばしば行われていた。そのうちに収集したプルタブをより有効に活用し、また福祉と結びつけてより市民の参加を促すために車椅子を寄付する運動が加わった。この運動を知った同番組は番組内で積極的に紹介するとともに同様の取り組みを行った。このように日本では飲み口である プルタブのポイ捨て、タブの散乱が問題化していたが、缶の構造そのものを、プルタブ式、缶体からタブが切り取られる方式から、ステイオンタブ式、缶体に、タがついたままの方式に改善すべきとの運動が起こり、1989年、平成元年度から、ビールや清涼飲料の缶の飲み口では従来、使用されていた、プルタブ式に代わって、ステイオンタブ式が、 本格的に採用れるようになった。タブが缶から外れないように改良されて、以降も缶に固定されたリングタブのみを折り取って集めて送るよう呼びかけている団体が存在する。タブのみを集める理由として回収している団体の一つである大阪府利用生活衛生同業組合や北海道江別市のっぽろのプルネットは空き缶は輸送しづらい、保管場所が足りない。 スチール缶混じる可能性があるといった理由を挙げている。しかし、アルミ缶回収業者の団体であるアルミ缶リサイクル協会では、ステイオンタブのリング部分だけわざわざ集めるのは、非効率である上に危険だとして、タブを取らずにアルミ缶そのもの、空き缶全体を集めるよう告知している。また、通常のアルミリサイクル設備は、比較的大型のアルミ缶を入れることを想定して、 作られているため小さなタブ異物として取り除かれてしまい、手作業による選別やタブ専用の設備を必要とするため通常のリサイクルに比べて業者側に金銭的負担がかかるという。スチール缶はタブの部分にアルミを使用しているためタブだけを分離することで不純物を減らせるのではないかとの声もあるが、アルミと鉄は比重が異なるため溶かした後で 鉄だけを分離することは容易であり、分離したアルミを含んだ鉄鋼スラグは、アスファルトコンクリート用骨材や、路盤材として、再利用される。そのため、スチール管理サイクル協会も、タブを外して集めましょうといったことを奨励することは、絶対行わないようにしてください。タブを集めると車椅子がもらえるといった話を聞くことも、ありますが、東京会は一切関係ありませんと。 タブだけを切り離す行為を否定している。全国ボランティア活動振興センターは、プルタブだけでなく、アルミ缶を集めた方が効率がいい。同じような活動をする場合は、まず、どこで、どの程度の金額に交換できるかを確認してほしいとしている。NHK では2016年10月27日放送の番組、ところさん。大変ですよでこの問題を取り上げ。 リサイクル業者やボランティア団体、佐田雅史といった関係者へのインタビューを行ったが、運動を行っている小学校や中小企業団体は、車椅子を入手するためには、完全体を集めた方が早いことは認めたものの、小さなものでもコツコツ集めることで成果が出るので、生徒への教育効果がある運動を行うことで、企業間に一体感が出ると、効率とは別のところに、 運動の意義があるとのコメントをしている。また、番組内では、飲料メーカーにタブを収集している子供を持つ、父兄から、部下管から外れにくいので、取れやすくしてほしいという要望が寄せられたと、紹介している。いずれにせよ、プルリングで、車椅子に交換することは一部の団体が、事前事業として行っているため不可能ではないが、リサイクル業界は、 プルリングのみの持ち込みを歓迎していないというのが情である。従来から活動している団体もベルマークのように集めて交換するのではなく、集めた空き缶を自我寝かして換金し購入しているのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。